待たせしちゃったわね。マトーヤ様からの助言を受けて、みんなの体にひとまずの処置をしたところよ。これで今しばらくは生命力の揺らぎも安定してくれるはず。それで第一世界でのみんなの様子はどうだったの？なるほど。そのベイクラグさんという方の協力で少しずつ帰る方法の研究が始まっているのですね。確かに白星石を使って魂を運ぶというのはいいアイディアだと思うわ。なら私たちは研究の進展を信じて肉体の維持に全力を尽くさなくっちゃね。折よく来てくれていたか。話が早くて助かる。よ、無事に旅先から戻ったようじゃないか。動乱の帝都から脱出して帰還しようとしていた道中でリオルとかいう暁の御帝と出会ってな。ひとまずここに立ち寄らせてもらった。帝都で動乱って一体何があったのですか？さてどこから話したものか。お前たちから帝国の秘密兵器の調査と始末を依頼され、ラザハン経由で帝国領に潜入したんだが、ある属州の魔導工場で漆黒の王老、いや今は影の狩人と名乗っているんだったか。とにかくガイウス・バイサルと出会ってな。教頭を打診され、帝都まで同行することになったんだ。そしてその中枢魔道城にて、俺たちは驚くべき人物と出会うことになる。アシエンから肉体を奪い返したあの男、ゼノス・イエーガルバスだ。しかも奴は俺たちの目の前で父親でもある皇帝バリスを殺害、激高したガイウスがゼノスに切りかかり、
俺の過去を見たといったところか。私が見た光景も同じよ。さすがに追体験するほどの強烈な原始じゃなかったけれど。やれやれ、その犬を直に見たのは久しぶりだが、なんとも奇妙なものだな。ともかく肉体を取り戻したゼノスは、この兵が来ると興ざめしただのと抜かして消えやがった。その後の行方は用として知れずだ。まさかあの時のアラミ語での超える力の研究がこんな大事を引き起こすだなんて。死を超越して他者に憑依してたばかりじゃなく、自身の体を取り戻したなんて、信じられる？まるで不滅なるアシエンだわ。常識外という点では、次元の狭間を越えて異界を旅してきたどこぞの英雄殿も大概だとは思うがな。ともかく皇帝を失った上に皇太子だったゼノスも消えたとあって、帝国は大荒れだ。しばらくは侵略戦争どころじゃあるまい。黒バラに関しても理由はどうあれ、ゼノスが使用を阻止した。これらの情報は今頃リオルとやらがエオルゼア同盟軍に伝えてるはずだからな。あとはアイメリクたちオエラ方に任せていいだろう。確かにギムリトの戦場も落ち着きそうね。内乱となれば帝国の属州の今後が心配だけれど。ところでガイウスはどうしているの？途中までは一緒だったのでしょう？ああ、ヤスとは帝国本土を脱出した後で別れた。何でも新たな脅威を察知したとかでな。詳しいことは分からんが、奴と過去に因縁のある存在が皇帝不在の状況で動き出した気配があるそうだ。一時とはいえ共に行動して感じたが、もはやガイウスはエオルゼア侵略を企むような男じゃない。自由にやらせておけばいいさ。そうですね。でも新たな脅威と言われると、なんだか漠然とした不安を感じてしまいます。リオルさんや東方の忍びさんたちに情報を共有して警戒を強めた方がいいかもしれませんね。さて、俺からの報告は以上だ。対応を依頼された黒バラの脅威も去った今、契約は終了ってことでいいんだろ？はい、それはそうなのですが、賢人の皆さんもまだお目覚めになっていない状況です。よければもう少しここで一緒に。悪いが、約束は約束だ。ガイウスがそうしているように、俺も好きにやらせてもらう。突然の協力要請に応えてくれて感謝しているわ。アルフィノ君が慕うだけのことはあるわね。
それじゃな、相棒。今度は戦場で倒れるような危なっかしいことはしてくれるなよ。私たちも解散しましょう。賢人たちの肉体についてはこっちに任せて、あなたはゆっくり体を休めておいてね。
ラウバーン様、暁のお二方をお連れいたしました。おお、来てくれたか。ギムリとの戦場以来だな。また達者な姿を見ることができて何よりだ。あれからのことは暁の報告で聞いてはいるものの、ことが異世界に及ぶとなると我が輩の知識では理解が追いつか。貴様の口からぜひ詳しくと言いたいところだが、こちらも差し迫った状況でな。それもこの者がもたらした情報によるものだ。よもや紹介する必要もなかろう。また会ったな、エオルゼアの英雄よ。そう警戒するな。こたびは争うためではなく、新たな脅威の存在を知らせるために参ったのだ。ガイウスの言葉に嘘偽りはないだろう。この者はかつて己が侵略し、今や敵国となったここアラミゴにわずか二人の部下だけを伴って現れた。我が輩も複雑な気持ちがあるのは否定できんが、その覚悟は信じるに値するものだ。ウヌはすでに
竜騎士エスティニアンから聞き及んでいるであろう。奴と我が行動を共にしていたことを。我らは帝都魔道城においてゼノスによるヴァリス陛下の殺害を目の当たりにした。そこでこの絵たちに皇帝陛下暗殺の疑いをかけられた我らは二手に分かれて脱出を試みたのだが、その際かの竜騎士は見慣れぬ魔道兵器と遭遇し撃破したという。後に話を聞いた時我は耳を疑った。しかし部下と共に調査をした結果、一つの確信に至ったのだ。アルテマウェポンの後継機が開発されていたとな。アルテマウェポンですって？かつてあなたたちがエオルゼア侵攻に投入したあの？そうだ。愚かにもアシエンにそそのかされ我が再生させた古代アラグ文明の対万神兵器。その末路は知っての通り、目の前の英雄によって撃破された。あれは元はといえばアラミ語の遺跡で発掘されたもの。後継機など作れようはずもないと思っていたが、密かに研究が行われていたようだ。さらに調査したところ、新たなアルテマウェポン計画は第七軍団によって行われていたことが判明した。第七軍団といえば5年前のカルテノーの戦いで壊滅したはずじゃ。軍団長のネイルも戦死したはずでしょ。いかにも。かの軍団は総崩れとなり、生還者はわずかだった。現在の第七軍団は後に再編されたものでほぼ別組織だ。しかも再編後も軍団長の戦死や更迭が繰り返されてな。今や何者が計画を進めているのかすら不明だ。確かなことは、複数の試作機が開発されており、うち一機がエオルゼアに向けて解き放たれようとしていることのみ。我らはこれを阻止しようとしたが、その圧倒的な戦闘力を前に足止めをするのが精一杯でな。ひとまず撤退し、エオルゼア側に危機を知らせることとしたのだ。やっと戦況が落ち着いてきたところなのですが、新たな火種が迫っているのです。知らせを受けてエオルゼア同盟軍では改めて国境地帯ギムリトの防備を固めると同時に迎撃作戦の検討に入った。貴様を呼んだのもそのため。アルテマウェポンと戦い撃破したことのある貴様に迎撃部隊への参加を願いたいのだ。無論これは無理強いできることではない。暁の仲間たちが厳しい状況にあるともなればなおさらな。だがもしも参戦の意思ありということであれば、ぜひ解放軍の将校に声をかけてもらいたい。我はアシエンを借り尽くすことに執念を燃やしていたが、こたびの件からも浅からぬ因縁を感じている。捨てたはずの過去に決着をつけねばならぬようだ。一度は刃を交えたことのある我が参戦を求められる立場にないことは承知しているが、ウヌが力を貸してくれるとなれば、これ以上なく心強い。
私も国境地帯へと向かい、微力ながら後方支援をさせていただきます。アルテマウェポンの後継機は確かに大きな脅威よ。でも切迫した状況を前に賢人たちを呼び戻すことも大事。第一世界へ行き来できるのはあなただけだしね。どちらを優先させるかはあなたの判断に任せるわ。